高木です。本日新企画ぴったり3級太るまで帰りませんシリーズ。今までね、何キロ太るかみたいなんで、この体重計で測って実際飲食店行ってどれくらい太るのかみたいな感じのことをやっててんけど、毛が、猫の毛が最近使ってない証拠やで。確かに。これで新しいシリーズやりたいなと思って、ちょっとね、今ライブ前なんよ。これもしかしたらライブ後に出てるかもしれんけど、やはり最近ダイエットをしているということで、少し体力をつけるためには、そう、たくさん食べて体を動かして鍛えること、これが一番大事なんよ。健康的。ごめんユキ、びっくりしたということで、本日この3キロ太らしていきたいのが和食佐藤さんでございます。おこれ食べ放題のコースで、今まで天ぷらとか寿司とか食べ放題あったよ、うん、この辺を駆使していろんなものやったら、言ったら楽しみ長くやるやんか。なので早速本日はそちらの和食佐藤に行って、3キロぴったり太らせていきましょう。竹焼きショーやる。ユキはうまいな。一緒に瞬間移動したのに、どこにバープされた、どこに転送された。香川県とかってどうしようかなということで、今回3キロ太らすコースなんですけど、こちらのね、一番いい国産牛食べ放題、4389円、税込みで。やばい、結構するね。うん、今回多分ね、すき焼きとかもできるんじゃない。だからこうすき焼きのコースかな、国産牛すき焼きで、なんか他にもいろいろ一品とかも頼み放題の、まあ一番いいやつやねにしたいと思います。横の人が YouTube の話してますよ。知ってたね。YouTuber はみんな見るようになった。はい、本当にです。とりあえず体重測る？あ、せえ。とりあえず体重測ります。さあ、体重測りましょう。何キロなんよ。お、56.8。おお。前までだったら60ぐらいだったもんな。せやな。だ、 だいぶ痩せてんねんな。59.8 にすればいい。60弱ぐらいにすればいいってことは。ということで 59.8 まで増やしていきたいと思います。さあ、届きました。いや、前の時もすき焼きやったっけ、なんかやった記憶あんな。これでこれ入れていくと、俺すき焼きちゃんと作るの初めてかも、人生で。あれ、いつも作ってもらおう。何やそれ、やってもらってもみたいな。もともとね、僕料理好きなんで、家とかでもね、料理作ったりするから。割り下をひたひた、定期的になんかその変わんねえよ、できる食べ放題のメニューみたいな。前の時が何やったっけな、うなぎとか。今回ね、カツオ、あと生しらすとか。うわぁ最高やね、その辺が食べ放題できるみたいなね。生しらすの体重の増えなささやばそうやけど。確かにね、ただの趣味やもんな。さあ、食べていきますか。片手でポン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 。いや、料理待ってたんよ。ちょっとまあサムネも撮りたいなと思ったから、まあ、一旦来るの待ってたんよ。じゃあね、まあ8品ぐらい頼んで20分経っても1個もけへん。これだけ来た。あ、これだけ、これだけ来た。もうそれ以外何もけへん。しかもちょっと遅めだって、え、20分経ってるよ。そうなの、揚げ物の唐揚げ。そうやで、他何もけへんんで、しらすとか。ちょっとこれはね、食べ放題もうちゃんとね、竹焼きはそこら辺は忖度しませんよ。うん、じゃあいただきます。うまっ。うん、最高とか言ってたら、しらす来ました。あと、牡蠣、牡蠣も食べ放題、すごない？これは飯テロやで。わー、いい感じにブツブツなってきた。とりあえず一回全部頼んで、これで何キロ太ってるかちょっと見たいね。あ、それ気になるわ。なんか言われてる。ライブする時とかさ、ダンサーの方とかこう雇ったりするのやんか。うん、でこうダンサーの方もなんかこう動画見てますみたいな話とかしてて、でそのダンサーの方が動画の見るこう着目点が普通の人と違うっていうのが面白くて、その何キロ太る近くで、え、これこんだけ食べてこんだけ太るんすかみたいな。
めっちゃ興味深いっすねみたいな、こうダンサーの人やからもう毎日体重を気にしてるらしい。なるほど。その人曰く結構すぐ水分とか飲んだら太るらしい。あ、そうなの。うん、だから自分水好き族やからさ、ガバガバ飲んじゃうから結構案外いってんのかもしれへん。生しらす食べ放題にやばない、普通に。えぐい、普通に。え、どこにでもあるもんなん。いや、生しらすあんまないで。そうなの。うん、釜しらすとかってよくあるけどさ、揚げてるやつとかやったら、うんうん、生はやっぱね、鮮度っていうものがさ、こうやってこう重要になってくるからさ、難しいと思うんだよな。いただきます。最高。戻ってきて。そばってすすっていいんやったっけ。パスタがあかんのか。あ、そうやな。難しいよな。すすってんのが醍醐味でもあるけどさ、パスタとかもすすったらあかんっていうね。なんかこうマナーちゃマナーや。うん、確かに。マナー気にしてなあかんと思いつつさ、もう前から言ってるけど、タイタニックのディカプリオがさ、言うたらさ、マナーとかがないやん。あのタイタニックとか。あ、そうだからさ、そう、でも貴族の人が嫌がらせに貴族の食事会を呼ぶみたいなシーンあって、そこでパンとか手づかみにして、これ食べて、いやだ、その日暮らしなんよね、その役が。うん、だから、野宿する日もあれば、ポーカーでたまたま買って、こうやって貴族の皆さんと食事をすることもあるって言って、もう手づかみでパン食ってるシーンがかっこよくて、パスタすすったよ。それに感化されて。え、じゃあそういう食事マナーとかでさ、うん、学生の時とか、うん、なんか影響受けたものとかってある？何受けたやろうな。でも、まあ、中二病って言葉がある通り中二病になったよ。なんか出るんちゃうかなと思って、一回とりあえずみんなさ、カメハメ流行ったことあるよね。あるな。なんか出そうな気するもんな、今あったら。うん。てかここ来たら前から思うけどさ、このタッチパネルの音あるやん、この音絶対交換音ラボやろ。絶対やる。交換ラボって YouTuber ご用達のサイトがあって、あの今ここから今から出るテロップの交換音は全部これにします。マジ？うん。だから佐藤ってマジで小さい頃から来てたから、からマジ小さい頃思い出すよね。お前とかって来てたもんな。めっちゃわかる。でこの半個室横が聞こえる感じ、テンポがこういう感じの作り、絶対に半個室の方行ってて、うん、もう本当に小学生の時とかかな、連れて行ってもらってた。いや、まあ8個離れてるやん。うん、自分が高校生の時にお前が小学生とかかな。そうやね。8歳で16歳とかか。うん、皆さんあのね、それぐらい年離れてたらさ、まあ仲いいみたいな、可愛がってるみたいなあるやんか。お肉そ喧嘩してたからな。そうやな。おじいちゃんによう連れてってもらってたやん、佐藤さ。うん。連れてもらってて、もう二人が喧嘩せえへん日はないなーって言いながら言ってたもんな。いや、あんた申し訳ないよ。何が？おじいちゃんに。いやいやいや、俺にやろ。クソガキやん。生意気やったで、こいつ。自分ではマジで自覚ないからさ、どんなクソガキやん。え、まず、名前呼んで。トインちゃんです。うん。トインちゃんやん。シャーシャーこれ。そんなんじゃない。他の兄弟は。いやいや、ショー。お前知ってるか？お前、マイファスのヒロ君、ワンオクの高さに敬語やぞ。じゃ、敬語が一番いい。そう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 。さあ、続いて今回のね、言ったら期間限定メニューである、はい、カツオが届きました。カツオのたたき、これにポン酢をかける。すると優勝。この辺も来てるよ、ほら見て。カツオの、何これ、ユッケか。カツオユッケとか、カツオ寿司とか。ガーリックがついてますよ。ガーリックがついてます。うまそう。いただくでーん。うまっ。こんだけ楽しみながらさ、太る企画ってマジご褒美やんな。確かに。でももう腹いっぱいになってきてんねんけど。え？ちょっとずつな。うまっ。わかりますわかります。はい。そこで曲げば。バージョンの歌うじいちゃん、またバージョンの歌うじいちゃん。うん、牡蠣天ぷら。うん、抹茶塩かけます。うん、うまっ。ユッケバリうまい。さあ、1回目これだけ食べ終わりました。え、どんなもんなんやろ、これで。全く想像つけ。うん。さあ、体重測りましょう。1キロいってほしい。1キロいってるやろ、さすがに。え、どうやろ。いや、マジで分かんない。じゃあ、測ってきまーす。おぉ。え、マジ？ 57.6。
あと 2.1 キロじゃあ 2.2 キロどう松陰ちゃん的に 800 グラムはあ、もう終わりたいねもう動画終わりたいよでも意外といったやっぱ水とかかまあ、2杯でまあね、まあまあそんな辺ちょっと飲みつつ食べていきましょうかはいさあ、届きましたもうね、すでにすき焼きを作っておりますお肉、5人前頼みました大量に頼んでおりますあと寿司もね、いっぱい頼んでその一部が来ておりますやっぱり届くのが遅いどうしてこんなに届くのが遅い一体どういうつもりだリヴァイ兵長なら言ってるリヴァイになるリヴァイ兵長なら言ってるそう、それこそさ、今度組長娘と世話係あのオープニングさせてもらうんですけど、はい、そこになんか生放送みたいなするらしくて向こう声優さんたちがでそこになんかメッセージ動画みたいなの送るんだけどとても豪華な声優さんたちがおるわけやん、うん、細谷さんとか神谷さんとかさ、うん、そうそうたるメンバーがおるわけやん寿司が届きましたいやだからそう知ってくれてんのかって話をいやー欲しいねどうする春は高木です出てくとするやんか、うん、で生放送流れてるわけやんそうやね、うんこいつは竹焼き師匠だ俺はぼっち飯が好きだみたいなさ熱いなどうするそう言われたらなああ知っているぞ兄だあの進撃の兄とうちの兄名前かぶるしダジャレみたいなってことだけどさあもうそろそろいいんじゃないでしょうか取っていきましょうはいあうまっうん、甘い味うまいよな。いや甘い味で思い出したわ。たき焼きショーの贅沢する時がちょっと可愛らしいエピソードしていい？お願いします。この前東京に行ってて東京から帰り新幹線乗るときに、まあ、いつも迷うよね帰り何食おうかなみたいなあ新幹線でたまに贅沢するときには寿司とか買ったりするんだけど、うんまあ、その日あのパリアっていう弁当屋さんで弁当買ってで品川駅になんかスーパーあるんよねスーパーって2階かなんか上がったとこにでそこでちょっと贅沢しちゃうかな思ってこんなに頑張ったから俺も刺身買おうと思って生ダコとかってほうそれこそいろんな鯛炙り鯛に鯛の筋なんかいろんな鯛がいろんなんで入ってるみたいなめっちゃ贅沢よそうそうそうででもホクホクしながらパリアと刺身持ってさ、うん、新幹線乗り込むわけよ、うん、でわあ俺頑張ったけどこれが贅沢って思ってる俺って結構可愛らしいな思ってでうわー開けてさパリア食ってうまいなー思って刺身食おうと思ってなんか品川駅に忘れてきた一人で一人でしかもそれをストーリーにもあげようと思ったくらいなの帰りもうこれ最高の贅沢みたいななるほどねそんなことある俺だからさもうマジで自分で心配になったの勝ったよどこに忘れることがある思って逆にね未だに分かれへん確かにストーリーあげてたけど何も捨てなかったもん、うん、頑張ったしか書いてなかった試験もいただきますパリパリチキンみたいなうん、バズルソースうめえこれ見て、みんな卵の天ぷらってやばないやば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 いめっちゃ甘そうやんこれにうーわ最高の贅沢ですいただきまーすうんさあ皆さん、今から測っていきたいと思います2回目すべて食べ終わりました 59.8 だったはい、前回が 57.6 ですなるほどやばい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 これ、ノーカットでお届けしております 59.6 ですやばいそんないいことある 0.2 飲み物とデザートできるんだ、これ行こうごま団子いや、ごま団子は太るでいや油で揚げてるもんな。うん。出来たて。え？出来たて。マジ？うん。サクサク。もうカレーみたいな。おそついて。うわ。真っ赤うまこれ。最強やん。どう？真っ赤うま。カブサツみたいな。ね。いやカブサツみたいな。うん、あんこってうまいよな。いや海外移住とかしたいけどさ日本食好きすぎてできん説あるもん日本食プロあー戦闘文化ね戦闘文化ないらしいな海外あんまなやばいよな、うん、だってニュージーランド行った時ホットプールしかなかったなんかチラッと聞いたのあれやんななんか恥ずかしいみたいなあんま人前で脱ぐ文化ないみたいなもう海外の方は日本人よりお店の方がめっちゃやるし
なんかあれやんね、海外に比べたら内向的って言われてるやん、日本人って。そうやな、うん、はフルオープンなんや。そこはな、なんか海外の人戸惑うやろな。なんかこう、Hey, hey guys みたいな、ポーンってなんかもう、そこの差すごいよな。セントいったらビビるやろな。さあ、お湯使ってますね。これ来たわ、測ろう。それでは、測りますね。はい。ノカト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 。今の美味しかった。今体重がめっちゃ迷ってたな。はい、というわけで今回ね、これだけ食べれば3キロちょうど太ることができました。いや、佐藤堪能しましたよ、これは。これ恒例企画にしたいなと思ったから、第1回目であんだけ綺麗にいくとはね。ちょっとこれ最強やったな。いや、よかった、嬉しい。はい、というわけでこの動画がいいと思ったら、皆さんぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメント、なんか一人何回でもお願いします。やれ、コメントしろ、お前らは。しょうもない。なんで。嬉しくて腹立ってきた。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。